今日はアンパンマンのゲームで遊ぼうね。こんなにいろんなゲームがあるんだよ。まずはこれから行こうかな。これはスロットルだね。そしてここはかまどになってるんだけども、開かないな。どうしたら開くのかな。これだとまだ開かない。アンパンマン、バイキンマン、ドキンちゃん、それでさっきと一緒だね。これだとどうだろう、まだ開かない。開くのはどれだろう、これかな。なかなか開かないよ。あ、これ揃ったからもしかしたら開くんじゃないかな。あ、開いた。開いた。中にはアンパンマンの顔が焼き上がったんだね、これね。こんな感じで遊べるゲームがまずあったよ。それから次はどれにしようかな。これ、これはパン工場。パン工場の窓からはメロンパンナちゃんに赤ちゃんマンがいたよ。そしてこの紐を、紐を引っ張ると、あ、ここにアンパンマン、ここにアンパンマンが隠れていたよ。それじゃあもう一つ引っ張ってみよう。これは、あ、これはジャムおじさん。ジャムおじさんがアンパンマンの顔を焼き上げて出てきた。それじゃあ最後にこの紐は何かな。あ、こっちの方、ここにメーケンチーズが出てきたよ。それじゃあこれ3つ同時に引っ張るとこんな感じ。とっても楽しいゲームだね。それじゃあこれ、これはここをこうやって後ろにセットして、そしてこの、よいしょ、これでここを叩くんだよね。これでここを叩くとアンパンマンが飛び上がって上に来ると、こうやってやったねって言ってくれるんだよ。それじゃあここ、あ、ここにはバイキンマンがいてちょっと邪魔してるのかな。それじゃあやってみるよ。いくよ。なかなか、なかなかアンパンマンがいったー。こんな感じで遊ぶゲーム楽しいねー。よいしょ。それじゃあ最後、これは何かな？これは、アンパンマン号の鼻のパンチ。鼻のパンチが出るんだけれども、狙うのはこの的。まずは、カビルンルン。そして、ドキンちゃん。それから、ここには、バイキンマンが隠れていて、ここを当たると、バイキンマンが出てくる。こんな仕掛けになっているよ。それじゃあセットしてできるかな。これね、結構離れてるんだよね。よいしょ。それじゃあ鼻をセットして、まずはこっちから行こうかな。えい、あ、上手にできた。それじゃあこっち、ドキンちゃんも、えい、この鼻のパンチが飛ばなかった。えい、あー、いったいった。それじゃあ最後、バイキンマン、バイキンマンもいけるかな。えい、あ、結構バイキンマンのところが遠い。あー、できたー。バイキンマンも飛び出して、アンパンマン号ちゃんと3つの的に当てることができたよ。アンパンマンのゲーム楽しかったかな？チャンネル登録してまた次の動画で遊ぼうねー。